日常生活もまだちょっとまだ痛いかなぐらい。なんかちょっとやつれた気がするんですけど。まあこれは趣味のダイエットです。え、なんでダイエット？いやけど結構前からやってますよ。もう前半の時に7キロぐらい落としてたから、開幕夏ぐらいから絞って、夏7月8月から絞り出して、で前半の時までに6キロか7キロ落として。今でピークからだと12キロぐらいします。なぜそんな12キロ？今50だ。52まで落としました、ね、死んじゃいますわ。ずっと体重増やす方向というか、ずっと増やしたんですけど、なんか軽いとこ振られるとか、重い方がいいと思って、ずっと無理に増やしてたんですけど、体のキレが悪くなって、なんかバイクは跳ねなくなるんですけど、瞬発というか、そういうのが悪くなってたから、逆に体逆してみようと思って、絞っていったら、すごい前半もすごい、体すごい動きよくて、でなんか絞ってから僕は絞った方がすごいよくて、でちょっと今、食事とトレーニングの量を増やして、でまあ、ダイエットって大変ですけど、まあ、それやっていったら徐々に体重をしてきて。調子いいかな。今だから明かせるという感じですか？秘密。あ、けど結構もうみんなブログでも書いてますよ。はい、全然。まあ、そうですね。けどまあ来年450、まあ、乗れば、やれば450ですけど、予報だと52キロはやばいですね、多分。うん、多分60キロ、65、65ぐらい。それ体重増やすっていうのはどういう増やし方し、筋肉で増やすって結構大変でしょ？筋肉でけど増やさないと、ただ伸びるじゃダメですけど、痩せるのも体重を落とすのもなんか筋肉キープしながら落とすのがすごい大変で、食事も結構タンパク質を取りながら、脂質とか糖質とか糖分とかを一応控えて、まあまあそれが結構良かったのか、ランニングとかしてもすごいタイムがどんどん良くなってきて、なんかモトクロスよりランニングにすごい効果あります。マラソンはめっちゃ速い、めっちゃタイム上がります、どんどん。45分でしょ、10キロ。10キロ45分です。早いっすよ。僕今1時間なんですよ。ちょうどそれから1分縮めるのに相当頑張らんとダメやなっていうのが。だいたい1キロ4分30とかぐらいなんか、だいたい45分。じゃあもう来年に向けて動いてるわけですね。来年、そうですね、なんとかやれる方法を見つけないと、今のままじゃちょっときついね、考えなきゃですね。なんとか続けれるように。呪いの神だ。呪いの神だ。一だって6通りだもん。ちょっとね、抵抗があるけど。これがあるばっかしになんか。それのせいにしちゃう。うん、あ、それでいいよ。そういう人。じゃあこれつけてなかったら、そう勝たなきゃいけない。あ、やばい。じゃあつけます。その言い訳作ろうとする。あ、つけます。つけます。で、あのランキング詰まってるんですけど。はい。やばいです。ランキング情報も関係ないのかな。なんですか、悔いのないように走ればいいと思います。まあ、結果はどうかな。
あ、どうしよう、この人マイスターだっけ、マイスター、マイスター、マイスター、ここだけね、ここだけね、いや、まあこの人だけ高速道路走ってるからそろそろ勝たせてください、そろそろいいと思う、うん、いいと思う、ピンピンで、ピンピンで、この人は、ピンピンで、はい、これ2位入れたら泣いちゃうぐらいで、はい、聞いてましたそんな感じです、はい、誕生日いつですか？12月21日です、はい、プレゼント待ってます。え、女の子からですか？女の子からはやばいですか？やばくは、それは秘密ですね、うん、もう最後なんで、うん、優勝だけでやっていきます。初優勝の感想は？なんかあんま実感なかったよね、雨っていうのもあって、あ、自分が一番っていうのは認識しとった、分かったんですけど、チェッカー振った時間違ったじゃないですか、うんうん、あれで、うん、僕分かってたんですよ、多分一番かなって、うん、でもあのせいでゴールして、地元なんでもっとこう関係あるかなと思ったら、みんなをパニックってたらしくて、あんまそういうのがなかったんで、あれ俺ガッツポーズしたけど本当は1位じゃないんじゃないかなみたいなでゴールして教えてもらって、うん、あ、やっぱそうだったんだっていうのがあったんで、ね、言うほどあんまりめちゃくちゃ実感はしなかったです。じゃあ今回その実感をもう一回できたいですけどね、うん、あんまり、あんまりこうガツガツ行くとダメなんで、ああ、はい、まずは予選通りたいと思います。で、なぜか19、20、21とルーキーがワン、ツー、スリーで並んでますね。俺前線出てるんですけど。でもまあ、そうか、トップ10がまだないから、そうですね、まあ今日シングル目指してみたいなの、自信はどうですか？そうですね、根拠はないですけど、あるわまあはい、一応先週やっとまともに練習できたんで、ちょっといろいろ修正してきたんで、まあいい結果出せればいいかなと思います。シーズンオフは何か予定あります？シーズンオフ、そうですね、トレーニングが中心になるかな、乗るバイクもないんで、あ、もうバイクは返してしまうんで、はい、そうです、まあ、なるほど、乗るバイクがないんで、まあ、トレーニング中心で、受験の方はうまくいってます？来週、小論文と悲願でほしいんでどうですか、小論文小論文ですよ小論文は、まあ、真ん中くらいなんで、うん、安定的には模擬テストとか、うん、まあ普通です、普通です。じゃあうまくいきますね、はい、ありがとうございます。私もヨドさんスタックしてたのも分かりました。そうなんだ。でも地元で初優勝でって優勝の実感ってあります？あんまりだね今回どうです？全然ここは事前練習とか来てない、来てない、ね、でもまあ感じとしては HSR と同じようなもんだ。でもこっちの方がグリップいいんじゃないですか、まあ、グリップはいい、うん、じゃあまた、はい、頑張ります。
ちゃぐちゃっすね。どうした調子は。撮ってるからこれ。マジっすよ。ぐちゃぐちゃっす。最悪っすよ。あの動画の制作の方はいかがでしょうか。ダメっす。何ダメって。あのやっぱり全日本がもっと盛り上がれば、うん、ダートスポーツさんとしてはこれからも来年もこういうものを続けていこうと思ってますか。頑張っていきたいな。まあ、今回、まあ、今年怪我しちゃって、まあ、途中出れなかったんですけど、まあ、この怪我してから3戦、すごい大事に走ってきたと思うので、まあ、この最終戦も、あの来年の走りをしたいです。昨日予選、なかなか上位走ってましたけど。あ、そうですね、意外と雨が得意なのか、何かよくわかんないですけど。追い上げることができて、もう良かったなと思います。じゃあ今回も同じような、まあ、雨が降ってないだけのコンディションなんで、はいはい、期待してもよろしいでしょうか。はい。どのくらいですか。やっぱりトップ10ですね。そうですね、入りたいですね。やっぱりそこ入らないとダメ。